昔々ある山里の村におじいさんとおばあさんが住んでおりました。いつものように芝刈りに行ったおじいさんと川へ洗濯へ行ったおばあさんが家に戻ると、そこには大きな桃が宅急便で届いておりました。なんだこれは。あらまあ立派な桃。通常であればどんぶらこっこどんぶらこっこの流れですが、ここはコンパクトにコンパクトに。早速パッカーンと割ってみると、うにゃうにゃうにゃ、予想通り。100回は見たこの流れ。よっしゃ、こいつに鬼退治してもろって一攫千金じゃい。あたしらついてる。とはいえ二人もバカではありません。桃太郎への全力ベットは非常に危険。ほれ、これ持って仲間増やすだ。桃太郎にきびだんごを持たせて資格を増やすことにしました。桃太郎は命を懸けるには少々心もとないきびだんごを持って。鬼倒せたら報酬弾むからさ、頼むよ。いいけどストックオプションもくれよ。俺にもくれ。ストップストップ。利害関係でつながった一人と三匹、果たしてうまくいくのでしょうか。おい鬼、覚悟しろ。もうあなたたちの好きにはさせないわ。弱い弱い、弱すぎるわ。金棒一振りでキジと猿はあの世行き、全く歯が立たない。いや危ない危ない、分散投資しといてよかった。ほ、桃太郎と犬がおるからまだいける、いけるで。がんばれがんばれ、乗るか乗るかは反対の次第、鬼を倒せば一攫千金。頑張れ頑張れ、乗るか乗るかはあんたら次第、鬼を倒せば一攫千金。頑張れ頑張れ。あいつら、うわー、会心の一撃。うわー、勝った勝った。よくやった。素敵。ついにおじいさんとおばあさんは分散投資のおかげで金銀財宝をゲットと思いきや、島ごと沈めてやる。こうして財宝もろとも鬼ヶ島は奥へと沈んでしまいましたとさ。みんな、これがマーケットリスクだ。いくら分散投資をしても市場そのものが持つリスクは避けられないんだ。金融市場などに投資するときには主に価格変動リスク、金利リスク、為替リスクは必ず背負わなければならないリスクなのである。今回のお話で言ったら、犬、猿、キジに分散投資したって鬼ヶ島かっこ市場が崩壊すれば全部なくなっちゃうってこと。怖い。そう、あとちょっとだったのによ。惜しかった。おじいさんとおばあさんは次のチャンスを求めて、今度は川に桃を探しに行くのでした。めでたしめでたし。